今回紹介するのは、歯は磨いてはいけないという本です。歯科医も筆読、開業歯科医です。著者と同業です。ぜひこの本を待合室に置いてください。一人でも多くの患者さんに伝えてあげてください。この本の中にはたくさんの有益な情報が散りばめられていますが、 例えば、起床直後の歯磨きの大切さ。これを習慣にするだけで、今まで風邪ひきやすかった方が、びっくりするくらいひきにくくなります。口の中、恐るべしです。知ってるのと知らないのとでは、人生変わります。大げさではなく、本当です。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。